ベンウィショーは、イギリスの俳優、イングランドベッド・フォードシャー州出身、双子の兄弟ジェームズがいる、英国王立演劇アカデミーを卒業。卒業後は、舞台、映画、テレビ映画と様々な作品に出演。2005年公開のブライアン・ジョーンズ・ストーンズから消えた男で、ザ・ローリング・ストーンズのキース・リチャーズを演じた。トレバーナン演出の舞台、ハムレットの タイトルロールを演じて批評家から絶賛され、この舞台を見た監督のトムティクは、プロデューサーのベルント・アイ・ヒンガーの目に留まり、映画、パフュームある人殺しの物語の主演に抜擢された。その後、007スカイフォールにて、ジェームズ・ボンドを支える、旧役に起用された。2013年3月より、ジュディ・レンチが出演するジョン・ローガンの舞台に出演が決まっている。 2018年のテレビドラマ、英国スキャンダルセックスと陰謀のソープ事件での演技により、第76回ゴールデングローブ賞ドラマ、部門助演男優賞及び第71回、プライムタイムウェミー賞助演男優賞を受賞した。ウィショーは、数年間、自分の人生についての質問に答えることを拒否していた。彼は2011年に、雑誌、アウトとのインタビューで次のように語っている。 俳優として、プライバシー、どんなことをしているにせよ、セクシャリティの神秘性に対する完全な権利を持っている。公の場に出ているからといってなぜそれを公然と語る必要があるのかわからない。なぜ俳優がセレブリティになってしまうのかわからない。2012年8月にオーストラリアの作曲家マーク・ブラッド・ショーと市民パートナーシップを結んだ。ありがとうございます。